まず一組目いきましょうか。はい、なんかもう今の今までめちゃめちゃ曲で揉めてたけど大丈夫？なんか胸ぐらつかみ合って揉めてたけど大丈夫かな。なんか前情報によるですね、この福岡からまずは一組目、こちらガンジャバンギナス。なんかね、前情報で言うとなんかヤンキーみたいやね、なんかね、なんかロック調のなんかもうイケイケで、でこのなんかガンジャーっていうのはまあおそらく多分タイマーから来てると思うんで、みんな薬やってるという理解で大丈夫ですかね。はい、今日は合法的に皆さんにもねぶっ飛んでもらえたらなと思います。ではスタンバイができたようなんで、アリス側でちょっと沸かせていきましょうかね。どうやら福岡からヤバいやつらが来たようでございます。盛り上がってちょうだい。まずはこいつらガンジャバンギナス、どうぞ。お願いを渡するたび、俺の人から夢にされていく。超能力とかそういう力ではなく、ゼロテップ、はい。Yeah!
Oh,
ください。はい、赤色担当山田無名です。はい、黄色担当むぐりはむです。はい、白色担当つくも天使です。はい、水色担当ねむいねむです。よろしくお願いします。はい、紫色担当にゃんにゃんまおです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これで頑張ってください。ライブ終了となってしまうんですが、この後午後に私たちピースカフェでライブに参加させていただきます。今午後やけど、今午後やけど、ランデバンギスのね、ツイッターフォローとかメンバーのツイッターフォローよろしくお願いします。お願いします。それでは以上、私たちガンデバンギラスでした。はい、まずはガンジャバンキラスお届けいたしました。みんなちょっとだけ話聞いてもいいですか。はい、ちょっと俺らね、今回初めて福岡から広島のアリスガーデンは初めてなんよね。ねえ、初めてとは思えない、いい感じで散らかしてくれましたね。散らかしました。やってくれましたね、ぶちかまして。たくさんのね、オーディエンスも集めてくれて。どうでした、皆さん、広島の野外のステージは。気持ちいいです。そうやろ、みんな立ち止まってくれてる。芸能人の気分になる。いや、芸能人だろ、芸能人だろ。まあでもみんな俺とね、本当にお客さんをこうわしづかみするぐらいのパワフルな感じで、ねえ、多分ね、初めて知った方もいっぱいいらっしゃると思うんですけどもね、今回改めて福岡から、ね、広島嵐にやってきてくれました。やばい連中でございます。皆様ぜひね、ツイッターなどのフォローしてもらいたいと思います。この後物販もあるんだもんね。はい、皆さんしっかりと売り上げに貢献してください。よろしくお願いします。はい、改めてガンジャバンクラスでした。大きな拍手をどうぞ。はい、また呼びます。最高です。いや、ほんとね、音楽もね、すごく楽曲も良かったしな。